ブローニャはカカリアとの対峙で自ら脳内のバイオチップを破壊した。そしてフカとメイは病室でブローニャの様子を見守っている。本当にもうこんな時にキアナちゃんはどこに行ったのかしら。大丈夫ですよ、容態も安定してきましたし、メイさんは休憩室で学園長を待っててください。でも私がついていますから、メイさんは休んでください。そうね、わかりました。損壊がこれほどひどいとは。学園長が戻られるにはまだ時間があるし、仕方ない、試してみるしかないか。起きて、目覚めの時ですよ。誰？ここは監獄？そうです、忘れないでください。必ずここから出るのです。必ずここから出ろ。ここが監獄なら私は罪を犯したもの。それなのにどうして出なければならないのですか？では自分が閉じ込められた理由を覚えていますか？確かにここに閉じ込められた理由はよくわかりません。それはまた後で。これだけ答えてください。ここに痛いですか？あんまり痛くないです。それなら一回外に出ましょう。ここに戻るかどうかはおいおい決めるとして。確かにそれが目下の最善策。しかし守衛の数が多すぎます。無事に逃げ出せる可能性は低いかと。大丈夫、私がサポートをしますから。あなたは誰なのです？あなたの声はよく知っている人のようですが。でもあなたが自分のことを、なぜここにいるのかを思い出せば私が誰なのかもわかりますよ。無条件射殺許可確認。ブローニャ了解しました。見つからずに通り抜けることができました。ああ、賢者が魔像を呼び起こす鍵がここにあるって言っていた本。でもここはどこだ本？出口がどこにあるかもわからない本。本あれ、このようなものをどこかで見たことがあるような。でもあ、キ君は誰だ？なぜここにいる本？私にも分かりません。ああ、そうなのか。ホームキ君も迷子になってここから出られずにいるホームか。そうかもしれません。でも出口の場所なら知っています。分かった、悪いけど道案内よろしく。ホーム今日は急いでいる。ホーム大丈夫、途中で必要なら我が輩も手伝う。ホームよ。ありがとうございます。そうだ、自己紹介がまだだった。ホーム、我が輩はホーム、ホーム王国一の勇者だ。ホーム、お嬢ちゃんの名前は？ごめんなさい、いろんなことを忘れてしまいました。名前も忘れた。ホームか、それは困った。ホームな、でも大丈夫だ。ホーム頑張ればきっと思い出す。ホームよ。そうでしょうか。
生きていく秘訣は信じる力を信じることだ、ホーム。そうですか。そうだ、ホーム。お嬢ちゃんも必ず名前を思い出せる、ホーム。その時は名前を教えてくれ、ホームよ。はい、思い出したら必ず。作戦地点、この道は封鎖されている、ホームよ。本当にこっちで間違いない、ホームか。はい、あの人の言うことが本当ならあっちに封鎖を解くスイッチがあるはずです。そう、ホームか。でも、はい、私ではいけません。任せろ、ホーム。勇者である我が輩の出番だ、ホーム。ここで待っている、ホーム。国一の勇者、期待に応えてみせよう、ホーム。さすがはホームです。大したことじゃない、ホーム。ホームムムムム。でもホーム、外から歓声が聞こえるような気がするのですが。ああ、外は賑わっている、ホームな。それもそうだ、ホーム。今日はホム王国一の勇者を決めるタイトルマッチが開催される日だ、ホーム。ホムが王国一の勇者じゃないのですか。まあ細かいことは気にするな、ホーム。タイトルマッチに勝てば我が輩が王国一の勇者だ、ホーム。自称王国一の勇者ですか。参加してくる、ホーム。ホム王国を救うため必ず魔像を呼び起こしてみせる、ホーム。魔像